ミコアイポトツキは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、軍司令官。1637年から1646年まで、ポーランド野戦エトマンを、1646年から1651年まで、ポーランド大エトマンを務めたほか、1636年より、ブラツワフ県知事の、1646年より、クラクフ城代の任にあった。 ニエジュビエジャワパの異名を取った。スタニスワフ・レベラポト付きの重邸。1620年のチェツオラの戦いでは、トルコ軍側の捕虜となった。1633年のパニョフチェンの戦いでは、イエレミ・ビシニョビエツ機構やスタニスワフ・コニエツポルスキと、共に、アバズイ・パシャキカのトルコ軍に勝利した。1637年、パウロ・パウリュークが率いるウクライナコサックの反乱を、 クメイキの戦いで破り、1638年にはザポロージャコサックの首領ドムイトローフーニャを降伏させるに至った。コサックの放棄を鎮圧した後、ポトツキはウクライナ地方に広大な所領を獲得した。ポトツキが制圧した1637年から1638年にかけてのコサックの反乱は、粒シ県のドミニコ海修道士で、 歴史家の指紋を怒る隙によって詳細に記述されている。怒る隙は、ポトツキの遠征に随行し、彼の戦いに直接に参加した証言者であるため、その従軍日記は、極めて貴重である。1646年の政務では、ポトツキは、国王部ワディスワフ4世紀の対トルコ戦争の計画に、反対している。彼は、オザクミノリアコサックを残酷に扱うことで知られていた。 1648年に起きたフメリニツキーの反乱の一因はポトツキにあったとまで言われている。この反乱が発生するとポトツキは国王の生死命令を無視して反乱者であるコサックに攻撃を仕掛けた。彼は上チボーディの戦い及びコールスニの戦いで敗退を重ねついにコサック軍に捕らえられた。1650年4月ポトツキは ヤスイールの身分を解かれ、7月の28日から30日にかけて繰り広げられたベレステーチュコの戦いで、クリミアタタールとコサックの連合軍を打ち破り、雪辱を果たした。1651年9月18日、彼は決着のつかなかったビーラツエールクバの戦いの後、コサックとの和平条約を結ぶための交渉に入った。その2ヶ月後の11月20日、ポトツキは死去した。 ありがとうございます。